平野紫耀の弟である陸デビューもステマがやばいと噂に。平野紫耀の恋した相手は陸の彼女だったとも話題に。こんにちは、スコープ芸能です。元キング&プリンス平野紫耀さんの弟で陸こと平野陸さんが20日にファーストシングルダウトイットで CD デビューすることが分かりました。愛知を拠点に活動する陸さんが平野家の次男として生まれたこと、2つ上の兄とダンスユニットを結成しコンテストで優勝経験があること、21歳でアパレルブランドリクスリッキーを立ち上げたことなど、兄の翔さんと絡めたプロフィールも公開されました。しかしネットの反応はあまり芳しくないようです。こういう兄弟売りしない方が良くないかな。絶対比べられるし便乗に思えるし、翔くんのフィルターを全く通さず平野翔ブランドに頼らず、彼のことを見て兄は好きじゃないけど弟個人は好きっていう人何人いるのかな。親の七光よりも厳しい気がする。平野翔の弟だからって理由でリクくんはファンの人も多そうなイメージがある。実際にリクくんの作ったお洋服は平野タンがめちゃくちゃ買ってるイメージがあるし、だから正直人気があるというよりお兄ちゃんの影響でたくさんのファンを掴んでる感じがすると辛辣な意見が目立つようです。ただ兄弟の七光は親の七光も加わった場合に比べると苦戦を強いられるケースが多いようです。例えば柄本明さんを父に持つ柄本佑さんと時生さんの兄弟、子千葉真一さんを父に持つ新玉健優さんと前田郷敦さんは親の七光も加わった兄弟です。親が成功者の場合は見る側の信頼度がありますよね。かつ親の名に恥じないように切磋琢磨し互いの関係が良好な兄弟だと成功している印象がありますと話すのは芸能関係者。2020年2月23日放送の僕らの時代に柄本佑さんが出演した際、時生さんが俺のお兄ちゃんは世界で一番かっこいいと言っていたことを報告され、タスクさんも俺も弟大好きと語っていました。2021年9月10日放送の A スタジオプラスにゴードンさんが出演した際は真剣佑さんから寄せられた俺はドラマ映画全てのものを陰ながら見ているよ、こんな素敵な弟がいるということは僕の自慢なんだというメッセージに対し、ゴードンさんが兄もすごい役者として尊敬しているので兄みたいになろうとは思わないけど自分のカラーでぶつかっていければいいなと思いますと語っていました。一方今回のリクさんのように兄の七光だけだと手っ取り早く注目されますが、常に兄と比較されることになり超えるべきハードルも上がってしまいますよね。7月21日にリクさんが初めて兄弟ツーショットをインスタグラムにアップした際も賛否両論が巻き起こっていました。今回のリクさんの CD 初動売り上げに注目が集まりそうですね。そんな平野兄弟ですが、幼少期からダンスやラップに明け暮れていて、翔さんはジャニーズ事務所に入所しキング&プリンスとしてデビュー、一方でリクさんは21歳でアパレルブランドリクスリッキーを立ち上げ、2022年にアーティスト活動も再開。故郷である愛知県名古屋市を拠点に活動していました。平野家の兄弟家族の仲の良さは有名ですが、翔さんがジャニーズを辞めたことで共演もしやすくなったのでしょう。7月19日リクさんが自身のインスタグラムにお互い頑張ろうねと添えて兄弟のツーショット写真をインスタグラムに投稿したこともありましたねと女性誌ライターは話しています。翔さんは3月4、5日に愛知県岡崎市で行われたグルメイベントキッチンカーフェスティバルに家族ぐるみで参加していたことも報じられています。同イベントにアーティストリクとして出演していたリクさんの応援に来ていたようです。兄弟仲が良すぎるあまり過去翔さんにステマ疑惑が言われたこともありました。基本的にジャニーズタレントは家族や知人がやっている商品や会社を紹介プッシュするのはタブー視されています。しかし翔さんはリクさんのブランドリクスリッキーの服を着た写真を公式ブログショータイムでさりげなく投稿したことが
2度ありました。1度目は2020年8月22日に T シャツを着た写真、2度目は21年1月8日にパーカーを着た写真を翔さんは投稿していました。翔さんは天然で知られますし、1度目はうっかりだったかもしれませんが、2度あったことで事務所から注意されることも覚悟の上で、弟のビジネスを手助けをしようとしたのかもと言われましたね。翔さんは旧ジャニーズを辞めたので、今後は堂々とリクスリッキーの服を宣伝することもあるかもしれませんね。翔さんは5月22日でキング&プリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所。7月7日に同じく元キンプリの神宮寺勇太さんと2人で滝沢秀明氏のエンターテイメント会社 2B に合流し、10月15日には同じく元キンプリの岸優太さんも合流。同日にナンバーガイを結成し、現在に至っています。翔さん、神宮寺さん、岸さんは 2B とエージェント契約をしていると言われています。エージェント契約はマネジメント契約と違い、経営やスケジュール管理など細かい作業をタレントが自分で行う必要がある。翔さんは会社経営者としては先輩である弟の陸さんにアドバイスを受けることもあるでしょうね。また会社の住所を考えると、岸さんと神宮寺さんの2人も陸さんとは接点があると考えられますとワイドショー関係者は話しています。翔さん、神宮寺さん、岸さんは旧ジャニーズ事務所を脱退後にそれぞれの個人事務所を設立し、それぞれが代表取締役を務めています。そして3人の会社の本店は、リクさんが代表取締役を務めるアパレル会社株式会社 R と同じ愛知県名古屋市の住所で登録されているのでした。なお同住所には平野兄弟が幼少期に通っていたダンススクールもあり、リクさんは現在もインストラクターのアシスタントとして働いているようです。株式会社ショウの法人登記簿を確認すると、会社の目的欄にダンススクール、ダンススタジオの運営およびダンスインストラクターの養成および派遣とも記載されています。今後 2B に入る未経験者のために、翔さんがダンス教室を開くのではという説も言われていますね。そしてこれまで弟の陸さんもライブ活動を行ってきましたが、ついに CD デビューを果たします。ナンバーアイも早ければ2024年の初頭にはデビュー曲が発表されると一部で報じられているだけに、アーティストとしてのコラボを期待する声もあるようです。リクさんが音楽活動を本格的に再開したのは、翔さんの旧ジャニーズ事務所退所と同時期だったため、弟と共に活動したいのもやめた理由ではという声が出たこともありましたね。6月29日発売の女性セブンでは、 2B 社長の滝沢氏が名古屋を訪れ、ラーメン店で翔さんの家族らしき人物に3人で食事をしていたことが報じられたこともありましたが、そこにリクさんもいたのではと言われていますね。翔さんの今後の活動においては、家族の存在は海外進出と同じくらいかそれ以上に大切なものだと考えられています。リクさんは名古屋を拠点にすることで家族をフォローし、また会社経営の面では翔さんにアドバイスができるでしょう。そして翔さんは影響力の面でリクさんの活動やビジネスをサポートできる、さまざまな面でサポートし合える両者。それだけに翔さん、ナンバーアイとリクさんは今後お互いを支え合う、持ちつ持たれつな共生関係になっていくのではと見られていますねとワイドショー関係者は語っています。もしかするとナンバーアイとリクさん4人でイベントを開く日も来るのかもしれませんね。そんな平野兄弟ですが、弟のリクさんの元カノはなんと翔さんの初恋の相手だったようです。仲が良いにしても好きになる人も同じとは少しやりすぎているように思えてしまいますよね。この衝撃的な事実は2019年9月1日に放送された番組平野翔橋本環奈男女7人告らせバトルの中で翔さん本人が暴露していました。翔さんの初恋の相手は幼稚園の同級生だったそうです。その子と別々の小学校に進学したのですが、小4の時に彼女が翔さんの小学校に転校してきました。それから翔さんはその子をまた好きになっていったようです。
結局小学5年生で、翔さんは転校してしまい、離れ離れになってしまいました。そして翔さんが高校生の時、弟の陸さんに彼女ができたと言います。その彼女の写真を確認したら、自分の初恋の子だったということです。漫画みたいな偶然ですが、兄弟で好みの女性が似ているのかもしれませんね。そんな平野兄弟ですが、ショー&リッキーとして活動するという噂があるようです。というのも、ショーさんとリクさんは小学生の時に兄弟ユニットショー&リッキーを結成していました。ショーさんとリクさんは子供の頃から地元のダンス教室に通っており、ダンススタイルは主にヒップホップやラップをするフリースタイルです。リクさんは兄のショーさんより3年早い2015年に、名義はリッキーで、晴天という CD デビューもしていたそうです。リクさんはもともとタレント活動をしていましたが、兄のショーさんのジャニーズ退所が決まってからは、リクさんのタレント活動は急激に活発化しています。リクさんの活動が活発化したことも、ショー&リッキー兄弟ユニット再結成の噂が出た理由の一つかもしれませんね。ナンバーガイとして活動を再開したショーさん、そして CD デビューを果たしたリクさん、2人のこれからの活躍に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。